コレートプラネットの5分ラジオ、チョコプラのラ。どうも、チョコレートプラネット佐田です。松尾です。始まりました、チョコレートプラネットの5分ラジオ、チョコプラのラ。はい、10月の23日、ちょっと読みましょうかメールを。はい、ちゃんとしたの来てんだろうね。なんか本当にいい加減にしよう。頼むよ。ちょ、最近ちょっと頼んでるからな。ラジオネーム夢坊、うん、こんにちは。質問なのですが、11年前の1月31日、小沢さんのブログで誕生日プレゼントで松尾さんから PSP をもらったと投稿していたのですが、その PSP 今でも持っているんですか？11年前。 PSP だっけ？11年前。うん、 PSP だったっけな。 PSP だ。 PS3 じゃない？いや違う、 PSP だ。あ、 PSP やったわ。 PSP だ。うん、やってた。あ、もう全然売ってる。ざけんな。じゃあ、今度のロケで振りまいてましたよね。あ、その時売った。あ、その時売ったわ。さあ、あ、それ企画で売ってるやん、これ。そうだ、そうだ。うん。やったね、それ。あ、やった、振りま。振りま。あ、シソネットね。シソネットやってたね。確かに確かに。あ、シソネットちょっと最近全然なんかやってないよね。シソネットいつで止まってる？まずシソネット分かんない人いるから。チョコンヌはまだギリ分かる人いるけど。そうですね、シソネット知ってる人いるから。チョコンヌは、まあ、シソンヌと俺らでその、まあ、コントベースにライブやるっていうやつで、うん、シソネットは一緒にロケして V を見るっていう、うん、やつやんな。そう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 。それが V メインがシソネット。そうそうそう。トークと。そう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 。あ、でも今こそそれかもね。いや、今こそこれじゃない。それやってそのまま面白ければさ、どっか誰かが食いついてさ、番組やってくれるとか。いや、チョコンヌじゃなくてもうシソネットだよ。確かに。今それだったら空いてる時間、そうそうそう、サクッといけるし。やっぱチョコンヌ結構カロリーいるからさ、1ヶ月ぐらいそのネタ作りとか要するから。それでさ、例えば、うん、シソネット引っ提げて全国行けばいいんじゃん。うん、ネタも、ね、自分たちのネタも2本ずつぐらいやって、そこでしか見れないものをやれば、うん、労力もそんなないし、作っちゃえば。これはいいんじゃない？で、地方でおいしいもの食べて、うん、みんなで。で、もう、それ一周回ったら YouTube で流してみたいな。そう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 。うん、あ、ちょっとシソネット計画。ちょっと立ち上げましょう、これ。あ、これいい、うん、これいいよ。メールくれたよ。うん、いいメールくれました。内容とは全く関係ない。夢坊、ナイス、ナイス夢坊。あれ、ナイス、うん、ナイス出ました、ナイス。はい、これ次見るのにどうしたらいいの、これ。これ、全然わかんないんだけど、機械音痴が出てます。あ、はい、はい、ラジオネーム、ムニマル。はい、小沢さん、松尾さん、こんにちは。いつも楽しく聞いています。お二人は大阪で出番がある日は誰とご飯に行かれますか？また大阪の若手で最近気になる後輩はいますか？ああ、俺はどう忘れしちゃった、あいつ言ってたよ、タグ、うんうん、なんだっけ、ダブルネームじゃなくて、ダブルアート、ダブルアート、うんうん、タグね。あ、俺誰だ、俺はでも最近そんな行くことないけど、秋菜の秋山さんとか。あ、なるほどね、うん、この前普通に新宿歩いてたら、うん、ご飯食べようと思って新宿歩いてたら秋山さんとばったりやって、うんうん、なんかご飯食べ行ったりとか。俺もロングコートダディ好きなんだよな。面白いよね、うん、ロングコートダディの、ね、ネタも好きだし、なんかあの何の欲もない感じも好きなんだよ、ね、なんかその大阪っぽくないよね。そう、だからすげえご飯とか一緒に行きたいタイプ、あのガツガツ。あ、うん、なるほどね、うん、皇帝とかは絶対に行けない、なんか怖い。あ、うるさそうだもんな、うん、皇帝とかもすごい怖いわ、なんか。俺はまあでも大阪、うん、そうか、俺あのお菓子田くんとか最近よく飲む。ああ、うん、 This is パンの、そう、 This is パンのお菓子田くんと、あと、うん、トニー・フランクと3人でそう、家が近いから。あ、なるほどね。そうそう、その3人でよく飲んだりしてる、最近。いいじゃないですか。でも大阪行ってご飯食べることないもんな。大阪って時間ないんだよ。そう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 、毎回そうなのよ。もう日帰りだからさ、鬼のようなスケジュールっていや、だからそうなんだよな。だからもう自分のタイミングで行って買って食うしかないもん、ね、うん、
そう、そんなね悠長な時間はないんですよ。だからちょっとお願いしますっていうやつ、逆に